こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、妊婦検診、いつも同じ主治医の先生に見てもらってたらまあいいねんけど、たまに日変えたりとか曜日変えてもらったりとかした時、まあ複数の先生に見てもらった時に、その先生によって考え方が違ったり価値観が違ったり、診察を同じことをしてもそれに対する見解が違ったりっていうことで、こう妊婦さんとして どっちを信じたらいいのみたいなことがあるんですよね。はい、その時に どこを信じていくかみたいな、そういう話をしたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。はい、ではいただいている質問を読みますね。はい、現在初めての妊娠5ヶ月です。無排卵月経から1年半ぐらいかけてやっと授かれました。なので今のコロナの時代にとても不安の中での妊婦生活なのですが、あと一つ不安なのが妊婦検診です。私が通っている産婦人科はおじいちゃん先生とその息子さんがやっている産婦人科なのですが、2人の言ってることが毎回違っていて、検診日どっちに行こうか悩んでいます。でその内容が、子宮頸管が おじいちゃんは短いけど、まあ大丈夫やで、息子は短いからちょっとちゃんと見ていこうみたいなことで、子宮頸管が短いんか短くないんかみたいなので揉めてはるらしくって、で、まあ、どっちも正しいとは思うんです。ですが息子さんはとても細かい方で、おじいちゃん先生はこのぐらい大丈夫っていう感じです。前回の検診で息子さんの日に行ったんですが、やっぱり通常より子宮頸管がちょっと短いので、次また短くなってくれば流産早産の薬を始めましょうと言われています。前回の流れだと次おじいちゃん先生に見てもらうことになりそうで、このぐらい大丈夫と言われそう。息子は心配性やから何か気になる症状があればすぐおいでとおじいちゃん先生には終わらされてしまいます。この場合お薬を早めに飲んだとしてもお腹の子に異常はないのかずっと悩んでいます。12週の妊婦検診でも短いと言われ漢方を飲んだりしましたが、次おじいちゃん先生だと多分大丈夫と言われて、15週の妊婦検診では子宮頸管長が37mm、3.7 センチだったと思います。ほんの少しだけ短いねと言われたのですが、やっと授かれた子なので何もかもが心配で、お薬の影響も気になります。来週は検診なのでそれまでに教えてくださいということなのですが、はいなのですが、YouTube 撮影しますが、したやつすぐにねアップできないんですよ。編集したりとかしなあかんからね。そうすると撮影してから1週間2週間してからアップみたいなことにもなるので、こういうパターンの今すぐ答えを返してほしいっていう質問内容に関しては、できたら YouTube でコメント質問をするんじゃなくって、バブバブにはウェブ相談がありますので1対1で喋りましょう。はい、それでもう全部クリアになりますのでね、今すぐ答え欲しい人は YouTube の方にコメントじゃなくってウェブ相談を利用してくださいという前提で、ごめんね、だから来週の検診ちょっと間に合わへんかもしれへんけど YouTube のアップ一応答えますね。はい、同じような人たくさんいるかなと思うのでね。はい、ですね、まずですね、本当先生によって全然違います。めっちゃ慎重な先生とかめっちゃおおらかな先生とかいろいろやっぱいて、すごい慎重な先生はもうすぐやっぱ大きな病院にね、転送、回しちゃうんですよ。もうここでは見れないから大きい病院行って言ってね、回されるんですよね。で大きい病院行ってこっちも緊張して、うわもう回されてしまったわと思いながら大きい病院行ったら、ん？なんで来たんって言われる。いやなんで来たんって行けって言われたから来たんやけどみたいになんねんけど、もう本当に先生によってこんなん全然大丈夫やんっていう見解の先生とか、いやこれはねっていう先生がいたり、本当にいろいろなんですね。で質問されてるママさん言ってるように、どっちがいいとか悪いとかじゃなくって、で間違いはどっちもないんでしょうけどもね、どちらも正しいとは思うんですと書いてありますね。詳しい情報がないから一概に言えないんですけど、妊娠12週とか15週時点で子宮頸管長が 3.8センチ、 37mm、はい、確かにちょっと短めかなとは思いますが、
あの通常やっぱ景観の長さっていうのも人それぞれもともと持ってる長さって違うんですね。で平均まあ大体まあ4センチ以上この頃はあってほしいなとは思うけど、中には短めの人で4センチない人もいると思います、うん、ですからあのその長さ自体は別に問題ではなくって、問題になってくるのはその子宮頸管長がどんどん今後短くなっていくっていうことと、あの頸管長がただ短くなるだけじゃなくて、あの頸管がこう開いてくる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 、だんだん開いてくる、これ、はい、これが伴ってくるとまずいです。この場合は何にも症状がないのにいきなり流産、いきなり早産っていうことが起きてくるリスクになる。これは子宮頸管無力症と言います。息子さん先生が言うたんやな、通常より今後子宮頸管が短くどんどんなってくるようやったら流産早産の薬を始めましょうと言われたそうですが、このケースは切迫早産とか切迫流産とはちょっと違うよね。子宮収縮を伴っていての経管が短くなるっていうのを切迫流産とかって切迫早産とかって呼ぶねんけど、症状がママ自身の症状が何もないのに経管がどんどん短くなっていって、しかも開いてくるという症状が起きた時はどっちかっていうと早産とか流産じゃなくて経管無力症、はい、そっちの診断面になるかと思います。で経管無力症があってその結果まあ、流産早産っていうところにつながっていくっていう感じになるのでね、まあ、薬でその経管が短くなるのを止めていくというよりはどっちかっていうと、まあ、短くなってくる子やったら、あの検診 の、 この、週数から言って20週未満であれば、あの経管をこうくくってしまう、これ以上開かないように短くならないようにっていうような、あの手術をするっていう方針の方が取られるんちゃうかなと思うんですよね。だからまあどうやろうな、うん、今現時点でそんなに切迫した状態でもないと思うし、その薬云々はちょっと違うかな、ほんま様子を見ていくっていう感じになるんかなと私的には思うので、その息子さん先生のところに行って、あの妊婦さん自身が、うん、すごいこう脅されてめっちゃ不安になるんやったらおじいちゃん先生の方がいいやろうし、でおじいちゃん先生おおらかやから、それでなんか逆にそれがまた不安になるんやったら息子さんの方がいいやろうしね。2人の見解は37ミリの経管長であれば、うん、どっちも別に間違ってはいないと思いますね。妊婦さん自身が選ぶ感じかな、うん、どっちも正しいかなと思う。ただまあ薬使うっていうのはちょっとまだ今の段階では違うかな、様子見ていくっていう感じになるかな、あんま無理しないようにっていうことですよね、うん、でまあ少しこう頻繁に妊婦検診行ってもらって子宮頸管長見てみてもらって、開いてないか、短くなるだけじゃなくて開いてきてないかなっていうことを見てもらうのが大前提かなというふうに思います。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。